ドイツの小学校の教室教室は教育を行う部屋である。多くは学校の中の授業用の部屋である。教場とも言う。昭和時代の小学校教室初等教育や中等教育では主に普通教室と特別教室に分類されている。普通教室平成期のとある中学校の普通教室普通教室は通常の授業を受けるための教室である。 小学校、中学校、学年制の高等学校では、年組の教室というふうに、各学級ごとに教室が割り当てられ、児童、生徒は1日の大半を教室で過ごし、特に、音楽や美術の実技を行ったり、理科で実験を行ったりする場合など、主に実技を伴う特定教科において、教室を移動する。これを特別教室型と呼び、日本の学校では、 大半がこの形をとっている。一部の学校では、すべての教科で、専用の教室を設け、児童、生徒が、授業ごとに教室を移動する形をとっている。これを教科教室型と呼ぶ、特別教室教科別、用途別などに用意される教室。これらの特別教室の多くには、教員が、授業準備をするための準備室が併設されている。 義務教育、小学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令においては、小学校の特別教室の種類として、理科教室、生活教室、音楽教室、図画工作教室、家庭教室、視聴学教室、コンピュータ教室、図書室、特別活動室、教育相談室が挙げられている。また、中学校の特別教室の種類として、理科教室、 音楽教室、美術教室、技術教室、家庭教室、外国語教室、視聴覚教室、コンピュータ教室、図書室、特別活動室、教育相談室、進路資料、指導室が挙げられている。理科室、音楽教室、家庭教室、中学校内のコンピュータ室以上の他に次のような教室がある。多目的教室義務教育小学校等の施設費の 国庫負担等に関する法律施行令において多目的教室とは複数の学級の児童または生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業または課外指導で普通教室または特別教室において行うことが困難と認められるもののように教するものとして設けられる教室で合わせて児童または生徒の学校生活のように教することができるものと 定義されている。少人数授業用教室義務教育所学校等の施設費の国庫負担等に関する法律、施行令において、少人数授業用教室とは、もっぱら少数の児童または生徒により構成される、集団を単位として行う、授業のように教するものとして設けられる教室と定義されている。コース別授業の際に普通教室を使用する教科の、 学級を分割するため、そのために使用される。階段上の大教室大学などの高等教育では、主に、講義室、演習室、実験室、実習室などに分類されている。天井高規制2005年まで、教室には、天井高の加減の規制があった。明治時代は、石炭ストーブなどで暖房をしていて、高い天井で空気を回して一酸化炭素中毒を、 防ぐこと、1950年の建築基準法制定時は、当時の過密な教室の空気をきれいに保つことが理由だった。埼玉県草加市は、昭和30年代後半から40年代初頭の人口増加で急増した公立学校が耐震性が足りないということで建て替えを迫られたが、建て替えには莫大な費用がかかるために、 コスト削減策として、教室の天井口を3メートルから2.7メートルに下げる案を編み出した。そこで、同市は2004年6月、天井口を下げる構造改革特区を国に申請したが、子供の心身に与える影響の調査結果が出ていないと最初は却下された。検証を繰り返した末、2005年9月、同市の特区提案は認められ、 同年11月には建築基準法施行令改正で天井高規制が廃止された。法学日本の学校建築では教室を建物の南側に配置する南面最高は常識と考えられており、あえて北側に配置する場合には南面最高を超えるだけの計画理論が必要と考えられている。教室が南に面している場合、 一般的に教団のある側は西向きに設計される。これは、右側に窓を配して右側から日光が差し込むと、大半を占める、右利きの利用者が机上で書き物をする際に、自分の右手の陰で正面が暗くなってしまうためである。アメリカ合衆国の学校では、ネイバーフッド、ファミリー、ハウスなどと呼ばれる共通スペースの周囲を取り囲むように個々の教室を配置する。 平面構成が多い。この構成では、すべての教室を難面させることは困難だが、むしろ外部との関係を遮断することで集中できる環境にするための設計である。イギリスの産業革命後の効率的な一斉授業のシステムと伝統的な区形の教室は、表裏一体であった。しかし、1970年代、アメリカ合衆国では、 多くのオープンスクールが建設されたが、その教室は壁に覆われた区形の部屋ではなく、子供が自ら学習場所を選択し、机の配置も行列スタイルではなく、ランダムな配置が取り入れられた。例えば、インディアナ州のマウントヘルシー小学校の場合、四方が壁に囲まれた教室はなく、広い空間に学年ごとの領域が設けられている。ところが、角の個別化や、 学習環境で生じる騒音への反省から再び壁に囲まれた教室への逆戻りが起こり、どのような形状が教室に適しているか議論されるようになった。教室は区形の場合が圧倒的に多いが、三角形、六角形、扇形、L 字型のような特殊な形状のものもある。ニューヨークのヒースコート小学校は六角形教室のユニットで構成されている。 イギリスのパブリックスクールの特別教室には語学、絵画、工芸、映画、音楽制作などの目的ごとに用意された教室がある。オーストラリアの校舎は多くは平屋建ての複数棟で構成されているが、稀に中学校では2階建ての校舎もある。校舎内には教室の他に図書館、コンピュータルーム、多目的ルームなどが設けられるが、多目的ルームの設置などには、 地域差もある。部屋そのものでなく、そこで学ぶ人の集まりを教室と呼ぶことがある。総合音楽教室などのように、そこで学ぶという特定の目的のために集まった、教師と、生徒等の集団も指すこともある。この他に、大学の特定の講座の主任教授と、講師、助手などのスタッフと大学院や、学部の学生らの、 研究室を総称して、教室というのがある。講座制と、学科目制、教室系技官を参照。教場義務教育小学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令。第3条第1項義務教育小学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令。第3条第1項義務教育小学校等の 施設費の国庫負担等に関する法律施行令、第3条第1項義務教育所学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令、第3条第1項 ABCD 学校天井校規制を撤廃。特区の記事、ラジオ対談。総科市。2009年1月8日閲覧。ABCDFGHI e 鈴木健一。欧米の学校建築に見る。 多様性日本の学校建築の相対化。芸術工学への誘いボリューム19。2021年2月5日。閲覧。関根明子。イギリスパブリックスクール留学2008年。17ページ。AB 二宮博士。世界の学校教育制度から日常の学校風景まで2006年。104ページ。ありがとうございます。